どうもお久しぶりっつならぬ。ブロリーです。帰ってください。前回の動画から結構経ってしまったので今回はガルパンやっていきましょう。ブリッツやれ。エリカかわいい。持ってくんなや。てか今回は S さんに乗ってくんだな。この S さんは伝説迷彩プラス付属品をつけているので強制的に勝つことができます。いやそんなシステムないから。ところで皆さんガルパン誰推しですか？ちなみに私はマホトダージリンとキヌヨとアンチョビです。推し多すぎだろ。最終勝算は見たかったけど金なくていけれんかった。知らねえよ。でもどうせ破綻みんなで突撃して終了でしょ。お前本当にキヌヨ推し？ああ、4D 劇場行きたかった。まあ実際編集してたら、そういえばガルパン 4D 劇場するとかなんとか言ってたなってことふと思い出しただけだけどね。設定行く気なかっただろ。ではでは今回乗っていく S さんのスペックでも見ていきましょう。お、スペック紹介か。霊夢にしてはやるな。はい。いやどこがスペック紹介だよ。こんなん映す意味ねえだろ。気になる人はウィキ見てね。このクズが。あ、ちなみに S さんはこのように鎖型装甲をしています。鎖型装甲っていうのは正面を向いた時に一番防御力を発揮する装甲のことで、その多くがソ連戦車に見られます。なので鎖型装甲を持っている戦車の多くが昼飯や豚飯をするとスパスパ抜かれてしまうという弱点があるのです。まあ側面の装甲はそこそこあるから場合によっては豚飯も不可能ではないぞ。でも S さんの装甲自体あんまないからハルダウンで対処していきましょう。まあ覚悟としかないけどな。そういえばこの S さんって無課金の鎖型装甲なんて呼ばれてますね。まあ、通常ツリーのティア8で鎖型装甲してる戦車あんま見たことないしな。あ、そういえばの話ですが、プラウダコーノノンナが乗っている IS2 が欲しくてつい買っちゃいました。そどうでもいい。でかせめて S さんについて話せよ。なんで一つ前に戻したんだよ。でも本当は IS2 プラウダスペシャルが欲しかった。ウォーゲーミングさんガルパン再販待ってます。うるせえよ。まあ、最終章第4話が公開したら再販来るかもな。あとティガー黒森ミネスペシャルも欲しいな。え、何の話？てかそんなこと、そどうでもいいからブリッツ実況しろ。おい今こいつガルオタ全員的に回したぞ。エバクゾ。はい、ということで実況していきましょう。なんか突っ込んでも良さそうな感じだったので敵の裏を取って包囲しようとしているところです。敵に T28 がいたので背後から突き刺してやりたいところです。確かに T28 は正面装甲が硬いからな。しかも S さんの榴弾なら背面も貫通できるな。あ、そういやガルパンにも T28 出てたな。どんだけガルパン好きなんだよ。まあ T28 といってもブリッツだと T95 だけどね。ブリッツにも側面乗り対着脱できる機能ないかな。いらねえだろ。さっきから思ったんだけどこの T43 挙動おかしくない？ボットの可能性があるな。まあ美味しいからいいんだけどね。よしボット疑惑の T43 をやったな。次は T28 をやりに行くぞ。あ、そういやガルパンにも T28 出てたな。どんだけガルパン好きなんだよ。まあ T28 と言ってもこの回はさっきもやっただろ。 T28 ってガルパンでは無双してたけどブリッツでは肩身が狭いよね。まあ正面がカッチカチで最強かと思っても上手い人は急ポラ狙ってくるからな。って言ってるうちに一人ぼっちになった中華 T34 一くんをボコしているよ。ぼっち言うな。やっぱ早めの撤退は大事ですね。あ、ちなみに S さんは榴弾の貫通力が地味に高いです。目指せ榴弾オンリー。やめろそれ戦犯の極み。おい T34 地獄の底まで追いかけて著作権侵犯。弾かれた。何やってるんですかね。大丈夫今のは準備運動だから。ガルパン劇場版で言うとそう、序盤のエキシビジョンマッチのセーブロが包囲されるシーンぐらいの準備運動だから。限定的な例え方すんなや。いやまあでもガルパン見たらわかると思うんですけど。やめろ視聴者さんを道連れにすな。とまあ茶番はここまでにしておいて。え待ってもしかして今までのやつ全部茶番だったの？まあ今回は茶番多めですから。この動画の2分の1ガルパンネタだったぞ。それってあなたの感想ですよね。ひろゆき持ってくんな。しかも感想じゃねえし事実だし。サンドイッチはね、パンよりも中のキュウリが一番美味しいの。はい、挟まれた方がいい味出すのよ。これは何の関連性が？特に関連性はないです。うん、やめようかガルパンネタ。そういえばなんですけど第3話は継続高校の新キャラが出るみたいですね。確か白い魔女ってミカが言ってたような。白い魔女はね。いやだからってわざわざ持ってこなくていいだろ。あとなんだろうな、ガルパンネタ使うなと言った瞬間にガルパンネタ使うっていうね。まあ今回はガルパン多めなんでしばくぞと言っているうちに戦況はちょっと不穏な空気が。敵は4級とスマカスと S さんだな。もう一人の僕。まずは脅威のスマカスを潰しておきたいな。ヘルス的に有利だしここは突っ込むか。まあやっぱ S さんは最強なんで弾いていきますよ。装填時間はこっちの方が早い。これはもらったな。と言っているうちに撃破。これで枚数はイーブンイーブン。おそらく4級のヒートなら抜けないはずだぜ。多分今頃味方は敵 S さんの足止めをしてくれてると思うから早めにこの4級を潰しておきたい。どうだろうな。足の速い敵は厄介だぞ。まあでも味方内がやってくれる。ない？まあ個人的に思うんですけど、正直ティア8体って、掃除機言うと慣れちゃって楽なんだけど、掃除機？ティア7とか9って結構しんどいです。まあ確かに、納車したてのティア9戦車の試合とか、ほとんど活躍できないもんな。てかいつの間にかナナイチ君やられてんじゃん。穴な位置で思い出したんですけど、とうとう日本重戦車ルート追加されるようですね。いやそんなことより戦況。まあ次は日本軽戦車ルートとか追加されたらいいなって思ってます。おい、残りの敵は同胞と4級。まあやっぱもう一人の僕として先にイスさんを潰しておきたいですね。 IS3 は装甲種のバランスが取れた強戦車だからな。そりゃあかぶるわな。T34
セカーノをずっとこの画面で睨み合ってるんですよ。もういいわ、そっちがその気なら突っ込んでやる。おい待て、相手は2両いるんだぞ。やばい、何も考えずに突っ込んでしまった。何やってんだよ。まあ4級は所詮榴弾マンだから椅子をやっとくか。ヘルス的にもこっちが勝っているな。てかこの椅子同じ迷彩やんけ。まあでもこっちは付属品つけてるんで、こっちが本物ですよ。どうせ課金したんだろ。してねえわ。てか思ったんだけど椅子って砲塔結構硬い。まあ深くがボドだからハルダウンは難しいがな。そして榴弾地味に痛い。まあ確かに4級の榴弾は機関通でもそこそこダメージ入るからな。この4級金の迷彩してやがる。でもうちのティガーも金色の迷彩持ってるじゃないか。よし、あと一発でこの偽物を倒せる。お前は所詮偽物だからお前が死ねえ。こんなのが本物だとは。よし、あとはこの榴弾マンのみ。実はな、俺の榴弾貫通力高いんだぞ。とか言いつつ榴弾装備してませんよね。いやまだこの時は知らなかっただけでありまして、誠に遺憾の意であります。日本語おかしい。よし、これでとどめを刺した。あ、誠に遺憾の意であります。ごみょしょうじゃねえか。いやまあでも、次こそちゃんとやりますから、皆さい同志諸君、ソビエト連邦がどうやってできたのかを。絶対ろくなことじゃない。見よ、これが、ソビエトの力だ。倒してないですけど。え、ソビエトの力は？勝つなら何でもいいんだ。いや終わり方ダサすぎ。まあ、そういうわけで M バッジ取れました。では、ご視聴ありがとうございました。